の表彰式を行います。まだ最終レースを残してはいますが、現在18勝を挙げ、見事札幌開催リーディングジョッキーとなりましたクリストフ・ルメール騎手に対し、北海道競馬記者クラブから名品を贈呈いたします。プレゼンターは北海道競馬記者クラブ代表幹事社、高知新聞社、北海道支局、支局長、石井睦美様です。よろしくお願いいたします。ありがとう。続きまして、クリストフ・ルメール騎手に対し、日本中央競馬会から名品が贈呈されます。ありがとうございました。ではルメール騎手にお話を伺ってまいりたいと思います。今日ジョアン・モレーラ騎手を逆転しまして、リーディングジョッキーということになりました。今のお気持ちはいかがですか？はい、難しいからね。今朝はちょっと心配してけど、まあ、よかった。リーディングジョッキーになりましたから、とても嬉しいです。競馬にも参加されました。本当に北海道を満喫されたように感じるんですが、北海道はいかがですか？まあ、楽しいですね。いつも、まあ、そうは、バネ競馬も楽しかった。まあ、でも、そのスライドの競馬の方がいいです。私は札幌の一番大きいレースを勝った、だから喜んでた。また来年、いつもありがとうございました。ありがとうございました。見事札幌開催リーディングジョッキーに輝きましたクリストフ・ルメールジョッキーでした。どうもありがとうございました。めっちゃ大ファンだ。めっちゃ